ラファエル・ペラルタは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦、R.A. ーーバーク級ミサイル駆逐艦の65番艦。艦名は、イラク戦争中のファルージャの戦闘で2004年11月に、数名の海兵隊員を、手榴弾からかばって戦死し、海軍十字章を授与されたアメリカ海兵隊の、ラファエル・ペラルタ三等軍曹にちなむ。本艦は、r バーク級駆逐艦の65番艦で、 同級の初期立て増艦に比して大幅に改良されたフライトイーヤと呼ばれるタイプに属しており、イージュスシステムは2020年代初期時点で最新型のベースライン級を搭載している。弾道ミサイル対処能力も向上している。さらには、船体後部に関西ヘリコプター用の発着艦板と格納庫を備えており、メガヘルツマイナス60多用と紹戒ヘリコプターを2機搭載できる。 本会はバス鉄工所にて建造された。2014年10月30日に寄港。2015年11月1日に浸水。2017年2月に海軍へ引き渡され、同年7月29日に母港となるカリフォルニア州サンディエゴ海軍基地にて収益した。2021年2月4日に日本に到着し、神奈川県にある横須賀海軍施設と第七艦隊に、 前方配備された。ありがとうございます。